基調講演といたしまして東京都市大学大学院環境情報学研究科教授古川隆上先生よりご講演いただきます古川先生よろしくお願いいたしますはい、えー、ご紹介ありがとうございます、えー、っとまあ4月からあの開設するこのジョイントディグリープログラムの国際連携、えー、環境融合科学専攻ですね それの準備室の委員長を仰せつかっております、えー、と大学院の環境情報科学研究科の古川と申します。えー、と今日はまあこのシンポジウムの中でですね、えー、初めにまあどんなことから話をしようかなと考えてきたんですけれども、まあ、大きなやはりテーマのカーボンニュートラルの社会ですねそこをどうやって実現していくのか。 そして今どのあたりにいるのかそんなことをですねお話をしながら4月から開設するジョイントリーグプログラムのを少しご紹介したいと思っておりますまずですねあの初めにこう我々は今どこにいるのかということをですねあのしっかり把握する必要があるなと思っております、えー、まあ皆さんあの日本あのお詳しいので えっとここで話す必要はないかもしれませんけどもえ日本には例えばこの写真を今持ってきていて富士山ですねえ富士山えそしてそれをこう敬う,えこう鳥居があるわけですねえ日本には四季があります春夏秋冬とまあ最近はそれがあの明確ではなくなってきているのが心配ですけどもやっぱり四季の美しさえこれは日本,か日本には古くからあります。 えー、そして、えー、同時にですね、まあ、特に戦後、えー、都市が発達していき、えーまあ、これはあの、えー、東京の写真ですけれども、えー、明るくなって町が大きな町ができています、えー、一方で、えー、まだ田舎にはですね、えー、こういったあの庭でですね野菜を育てたり えー、そういったまあ昔の暮らしとほぼ変わらない暮らしをしている人たちがいます、えー、日本にいます、えー、これがまあ現状ですそして、えー、食も豊かですね、えー、魚魚介類の種類はまあ世界の中でも稀に見る多さですね、えー、それからまあ大根これは弥生時代から、えーまあ、外から伝わってきたものと聞いていますけれども えー、日本人が食べ,食べてきてる野菜ですね、えー、そういうものを使ってその、まあ、発酵食、まあ、漬物にしたり、まあ、いろんな食べ方が存在しています、えー、お茶請けという文化がありますご存知でしょうか、えー、お客さんが来た時にこのお茶請けを出してですねあのおもてなしをするわけですね、えー、こういう文化まで発達してきているわけです えー、物作りもりりいいろろあます、えー、こんなかわいいこれ米でできてるんですけどかわいい人形ですねこれは行事の時にまあ作るわけですね、えー、右の方は、まあ普段使いよりも高級かもしれませんが普段使いの,あの道具がたくさんありますそしてまあ日常に使うものこそ美しさが宿ると言われています、えー、日本の和紙 これは丈夫なもものあります和紙で草履を作ると釘も貫かないと言われていますその隣の写真がこれは丘陵地が多いので石垣ですよね昔こういう石工がたくさん存在してこういう技術があったわけです今その技術者はいなくなっていますけども一番右の写真これは おがつの法院神楽、まあ、神楽ですね、えー、こういう豊かな祭りこれをいろんな各地でなされていくこれが我々日本がたどってきているう、えー、道のりですで一方でですね、えーっとまあ、戦後主に戦後ですけれどもお、まあ、便利なものが増えてきました。 科学技術を使っているわけですけれども、洗濯機、テレビ、冷蔵庫、エアコン、パソコンとか携帯、そういうものがです、ね、普及してきました、これは世界の流れの中で日本にも普及しているものですね、スピードもアップしています、どんどんこう普及する速度が高まっている。 これがあの実はよろしくないことなんですけれどもこの結果 CO2 をこう排出してしまうわけですねそれ以外にも資源の問題いろんな問題を引き起こします、まあ、大気汚染それからプラスチックの問題、えー、っと気候変動ですねこの下の写真見てください最近日本の海平均温度がですね えとまあ、2度どころか34度上がっているところがあってそうするとおこの右側のようにですねあの南の魚が居ついてしまうので冬にですね全部もう食べてしまうんですね、えー、昔はこうだったのが今はこうです、えー、この結果そこに住める魚がいなくなり、まあ、餌がなくなり住める魚がいなくなり、えー、この5年間で大変な状態になっています。 都市部の人は気づいていないことが多いんですけれども現場の漁師さんたちはすごくこれを不安視しています、まあ、こんな問題が起きているわけですねその結果なわけですけれども同時にですねこういうものづくりも減っていくし職人さんも文化も消えていっていると。 これを科学的にこう見るとですね、まあ、これは有名なプラネタリー・バウンダリーズと地球がこうある境界を越えるともう元に戻らないバウンダリーがありますよということですねこれすでに越えているものが一番上のクライメート・チェンジ気候変動と生物多様性の劣化こういうものが線を越えていってるもう元に戻らない状況なわけです。 えーまあ、それだけではなく、まあ、資源の問題エネルギーの問題、えー、食の問題人口の問題、えー、特に人口日本は減少してこれが問題になります、えーまあ、そういった問題があるわけですねでや一番問題が言われているのが気候変動です、えー、これは、まあ、特に今年の、えー、去年と夏が今までで最も いい年になったと言われていますこの産業化起こ,る起こった後の温度がですね1.36度上昇したとそこまで今来ていますこれは CO2 を排出しているからですね赤い方が日本が排出している CO2 排出量青色がオーストラリアが排出しているものですね えー、大体こう日本が倍ぐらい排出してるわけですけれども、えー、しばらくですね、まあ、1990年以降こう横ばいが続いたわけですけれども2013年以降ですねずーっとこう下がってきていますね、えー、これは産業の努力と言われていて、えーまあ、もちろんいろんなセクターが努力してるわけですけれども、えー、産業がこう頑張ってるせいでですねこ,この角度でずっといくともしかしたらカーボンニュートラル いいけけるるかもしれなないというとうころになるわけですね、まあ、ただ、えー、ずっといけるとは思えません。えーまあ、どこかで、えー、大きなあの変化、変革を起こさなければ、えー、到底たどり着かないと思います。で、えー、こういう、まあ、現状があるわけですけれどもおここで皆さんに問いたいのはでは、その暮らし方ですね。ライイフスタイルは そのカーボンニュートラルササイエティっていうカーボンニュートラルな社会を実現するためにどんな形になるんだろうかこれがまず大事なあの点だと思います昔はですね自然がベースにあってその上に自然が強いのでコミュニティを作ってですね暮らしてたわけですねその上に家族個人が成り立っていた えなのでコミュニティが密接ですし自然との関係ものすごく近い近かったわけです、えー、今見てみるとそうではない、えー、便利なものが導入された結果え我々はそんなにコミュニティあのお世話にならない必要なくなった、えー、自然との関係もしかしたらあんまり関係ないんじゃないかと思わせるぐらい遠ざかっています、えー、こういうふうにですね離れていってるんですよね個人が、えー このままですね、今、自然が破壊されていて、地域、コミュニティももうかなりなくなって劣化していると、豊かさの源泉がこの右下にあるわけですけれども、それらがだめになって、さらに一人、個人がですね取り残される、こういう形になろうとしているわけです。で、間違いなくそれでは実現できずですね、まあ、基本的には自然、 の恩恵を受けけてては生きているわけですから、えー、どうにかしてこの元にこう戻っていかないといけないこれをどうしたらいいかこれがまあなかなか課題なわけですね。で、えー、一つこう大事なのがじゃあ未来どうなるんだろうということですね。えー、これは北上市ですね岩手県の北上市の写真です。 えー、ここに都市街、えー、が広がるわけですがこの手前両側は、まあ、山があって緑があります、えーこ,まあ、こんな風景ですけどもこれ2050年にどうなってるんだろうか想像できますかおそらくほとんどの人が、まあ、想像するのは、えー、この今あるものの延長線上を描いていきます、えー、今ある技術が AI が、えー、何が どういうことを我々にもたらしてくれるのか何が新しくできるんだろうかそれが我々の未来だったりしますでもそもそもそれが使えない未来がやってくるということを言っているので今の延長線上を描いても無意味です、えー、全く新しい、えー、暮らしライフスタイルを描かないといけないですねでその全く新しいという,こうギャップがあるものをですね 描いていく方法としてバックキャスティングという方法がありますこれは1970年代に同じように資源制約がかかったイギリスで,です、ね、研究者が考え出したというか実用化した手法ですねこうまずですね未来にこう自分を置きますで現在の方向を見るとそうするとあこれはいかん こういういこのバッテンの方向に向かっているものが見えてきますで,でも理想はこの丸の方ですねとでこのバッテンと丸のこのギャップを埋める方法を考えるこれがバックキャスティングという方法です、えー、例えばテレビ画面の大型化これ明らかにバズですよねと、えー、資源が少ないんであれば小さくなるべきですと、えー、じゃあどういう、まあ、小さいだけでいいのかどんな楽しみ方があるんだろうか いうことを考えてそこへ向かうための方法を考えていくということですね。はい、こういう方法を使うとですね、えっといろいろなえものが描けてきます。えー、もう一回繰り返しますけども、2050年、えー、この環境制約というのをまず想定します。これがおそらくカーボンニュートラルという世界ですね。その条件の中で、えー、現在を見るわけですね。 そうするとあ今の暮らしの中ではこういうのがダメですねと将来発生する問題が見えてきますでこの問題を解決する新しいライフスタイルをデザインしていくとただそのライフスタイルはこの枠の中でないといけないその制約の中でないといけないわけですただその制約の中でいかに豊かに暮らすかを考えればあのアイデアはね多様に出てきます ここに書いてあるのが実はこのライフスタイルバックキャスティングを使ったライフスタイルをデザインをした50種類のライフスタイルを絵の中に込めているものです50個紹介したいところですがまあ特に特徴はこの道が曲がっているですねなぜ曲がっているのか本来ならまっすぐの方が効率的だろうと思うわけですけれども えこういうバックキャスティングを使った未来のライフスタイルというのはえ価値観が一つではないといととうことを表してますねえ利便性だけではないえいかに楽しむかということを考えると道はまっすぐである必要がなくなってきますえそこに例えば一番左下がエネルギーシェアこの地域のエネルギーをあの地域の人たちでシェアするとか。 えー、この辺はまあ育,育て野菜果物をこう植えておいて、えー、道端でそれを食べるとかですね、えー、とこちらは小さなモビリティこれから、えー、量り売りバークショップ、えー、萌衣ですぐ食べる新鮮なものを食べれるレストランとかですね、えー、そういったまあ小さなエネルギーを発電して、えー、作って使うライフスタイルさまざまなものが出てきます。 その中の一つにネイチャーテクノロジーというのも出てきますねこれは今の近代技術だけではなく自然界が持っている技術を応用したらもっといろいろな商品サービスができるんじゃないかという考え方ですトンボの羽この形状があるからトンボは滑空できますその技術を応用すると小型風車を作れば微風でも回転する発電する風車ができるわけです そういうもの今存在してないですよね、えー、まだ自然を生かしきれていないんだと思います、えー、もう一つ、えー、戦前の暮らしに学ぶという考え方もあります、えー、これは昔の暮らしはあの便利なものがなかったので、えー、まあただないなりにあの昔の人たちは楽しんでたんですねそのの楽ししみ方暮らしの知恵 これ今、不要になってほとんど誰も使いませんけれどもそれを使っていけばより豊かな暮らしが得られるですでその世界にはです、ね、この自然を生かすとか循環伝承あと役割を果たす共有する自分成長そして自然に生かされて生きるそんな価値観が共通して存在しています。 えこういうものが入ってくればですね豊かに生きれるということですねで実際本当に豊かか、えー、試してます、えー、宮城県であるえコミュニティに適応しました、えー、その昔の価値観がえたくさんこう存在するようなえコミュニティを作ったわけですね、えー、木がやっぱりたくさんあります、えー、入ってみるとあの遠くから葉っぱの音が聞こえてきます、えー、木が高いんですよね、えー、森の中にいる感じを受けます、えー 風がと通り道を作るので夏でも涼しいです。ものづくりの、えー、っと工場を作っています。えー、このものづくりの隣カフェがあります。ものを作る人を見ながらコーヒーを飲む、えー。昔はそんな暮らしをしていたわけですね。えー、そんなあの場所を作るというのもありえます。ただ、えー、これ一歩外出ると元の世界に戻ってしまいますね。えー、普通の世界 我々の世界に戻ってしまうつまりこの我々の価値観行動これをね変えるのがすごく難しいということですね、えー、そういうので、まあ、最近はどうやって行動変容できるかいろんな研究をしていますそのうちの一つにアートを使った、えー、行動変容はできないかそれからナラティブアプローチといって物語を伝えることによって行動変容できないか、えー、またこれを組み合わせて 価値観を変え行動変容できないかこういうことをやっています田村あやみさん画家でですね地域の廃材を使ってその地域の百年後の未来の絵を描いていますこれもそのうちの一つですね彼女にまあこういうファンがたくさんできてきますこの絵をただ描いているんじゃなくその背景を語った時に多くのファンが出てきてそれに賛同する人が出てきて 廃材それを出さないようにしようという考えをする人が出てくるこんな効果があるわけですね、はい、まあこういうようにあ,のありたい未来をバックキャスティングで描けたとしてもそこへ変わっていく方法ここに大きなハードルがありますでもこんなことをあのいろんな手法をこれから考えてですねそれが普及していけばその実現一歩進むわけですねで そういう人材を育成すると、えー、まあそんな位置づけに私はあると思っていて、まあ、今回のジョイント・ディギリー・プログラム、えー、そこでえ人を養成していくやっぱり大学の役割としてカーボンニュートラル・ササイティを作る役割として大学はやっぱり人を養成していくそのコアになるとそしてえ日本だけではなくもちろんオーストラリアアジア太平洋その領域でこう循環していくような そんなあの未来像を描きながらそこへ活動しているリー,ドリーダーとしての人材ですねそれをこう排出していきたいというふうに思っていますそれがこのジョイント・ディグリーププログラムですね先ほど少しご紹介しましたように、まあ、生産消費それから政策マネージメント経営ですねあとは共通科目そういうものを をを入れててていいいきながらリーダーダししくという設計にしておりま,す、はい、まあ詳細はですねあの後ほどあの、えー、っと他のメンバーからですねあの詳しくご紹介させていただきたいと思っておりますが、えー、まあこのような、えーっとまあ、第一歩なのでものすごく小さいスタートかなと思っていますけれども、えー、普及していくためにはやっぱ小さいスタートであるべきであって。 そこにこう賛同者が増えて広がっていくそんなあのことを期待して私のお話を以上で終わりたいと思いますどうもご清聴ありがとうございました古川先生ありがとうございました